こんにちは、黒田和です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はスリップビートっていうやつですね。このリズムどういうふうですかって言われて、まあ一応そのリズムの解説とですね、どういう時に使うのかっていうお話をしていきたいと思いますが、スリップっていうことはなんかずれた感じのリズムのことなんですけど、まずはシンコペーションのパターン。もともとこのスリップビートっていうのはシンコペーションをこうスニアでやっていくって形だったと思うんですが、えー、ラルケンシェルのドラムの人がよく使います。 で、えー、原型でシンコペーションを別に合わせなくても音楽はやっていけるんですが、えー、原型のシンコペーションをスニアでずらすっていう、ここら辺の流れをやっていってから、今度8分音符、これをそのまま拡張してですね、全部手前にずれたようなスリップをやって、今度は、まあ、8分音符なので後ろにずれたようなやつもやります。で、アップダウンも裏返して、こう、 チチクチクっていうのを「土、え、土、ー」チチチなんだけどチクチクに聞こえるようにしてもう完全にスリップ感を強くするっていうこんだけのことをやっていきたいと思いますそれでは始めていきましょうはいそれではですねシンコペーションのパターンこれはまずルパン三世の最後の部分を使ってやってるんですがドドドドッッタンドドドンドンドドパンパパパトこれをやってますこれ2回やって決めにいきますので聴いてみましょう それではではすね、えー、原型でシンコペーションっていうのはこう他の人がやっててもドラマ合わせなくてもよかったりするんですよ。で全然合わせずにやってるパターンも聞いてみましょう。 はい。それではですね。原型からスネアをずらしていくという形なんですが、えっ、ー、と、ここにシンコペーションがありましたね。で、シンコペーションがあることによって、ここがず、まあ、変化するんですが、もともとドッターンドドッターンが1個先行して、手前にドーンがくっついてっていう形になりますが、えー、これをスネアをずらすことによって、ここのスネアを後ろ側にずらすことによって、シンコペーション感が出る。ドッターンドドッパー。 だからドッターンでシンコペーション着地と上と全く一緒になりますよね。ということで、ここのスネアをずらしてシンコペーション感をつけると。ここをですね、ドッツターン、ドッツドッターンってシンク、ラッシュも一緒にやる人もいる。これはあの、ラルクのドラムの人がよくこのサビ、あの、B メロにこの、こをパターンを使うんですよ。そうするとサビで疾走した感じになって非常に綺麗な配置になってるんですが、えー、こんな形で使えます。それでは、えー、同じ、えー、曲で聴いてみましょう。 ははいそれではですね今度はこれを拡張して要は、えー、フィルインをですね「タカ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 ド」で始めて「ドドツタツドドタツドツタツドツタツド,ドタ」要「ドタンドドタン」がずれて聞こえるようにわざとしてややわざとやってみましたというわけでここの部分を聞いてみましょう 2> 1, 2, じゃあ、可能性としては、手前側にずらすこともできるんじゃないかと、こう、減らして、タカタカタカド、ツタツドドタツド、ツタツドドタ、でも、ツタツドドタツド、ツ,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 ツタツドドタツドっていうふうに僕は頭の中で歌ってるわけですね。というふうになると、ドッタンドドタンみたいに聞こえるということですね。はい、聞いてみましょう。 ははい、それではです、ね、このこれをさらにこのここにチックチックを入れると要はツッタッツとド,ドッタッツトハイハットの裏打ちでやってるような感じでドラマを叩いてるんですがまるでドツタンドとタンがずれて聞こえるみたいなこういった形のやつも聞いてみましょう。 はいいいかかがだったででしょうか気持ち悪いですよね、えー、こういうのを対応すると非常に嫌がる人と、えー、対応すると非常に喜ぶ人がいますね、えー、これでこの人が、えー、M か S かが非常によくわかるということでございますが、えー、とまあ、こういったことを突然やるとですねまあ、バンドがついてこれなくなったりするんでやっぱり練習の時にこういうことをまあ こういうアプローチがあるっていうことを一緒に練習しておかなきゃいけないですね。突然やってなんかみんなを慌てさせるのはあまり良くないと思います。だから僕はま練習するときとか、例えばこうこういうアプローチをやっていいかってリハーサルのときに聞いたりとかして。 で、OK、だったりととととかすると対応して遊ぶいいうことでございますでもあんまり対応すると、えー、お客さんも嫌がる人がいますので、えー、何これこのドラマずれてるとか下手くそとか思われちゃいますので、えーま、適度に、えー、うまくやっていただければと思いますでは本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください チャンネル登録の方もよろししくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします3大特典もついておりますのでぜひご検討ください それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。